選手が次にやってきたのは、NSX-R が登場ですか。2002年発売。おいおいおい、最後だと思って。開けっぷりいいね。あれ、道上さんが乗ってたのは NSX-R を所有してたんだっけな。タイプ R を所有してたんだっけな。どっちかを乗ってたんですね、道上さんね。まあ、スーパー GT のホモロゲーションなども考えられましてね、カーボン素材を使いました、まあ、車両の設計ですとかいろいろなタイプ R では手がつけられなかった空力性能なんかも徹底的にされたというね、この NSX-R、まあ、ニュルブルクリンクのね、あのサーキットなんかで開発をされてね、ものすごくいろいろと鍛え上げられるというようなところはあると思います。まあ、90年から登場いたしました NSX の中では集大成という最終の究極モデル。道上さん遠慮いらないよ。はい、行って行って。はい、皆さんも煽ってくださいね。ほら、アクセルの踏み方が変わりますよ、皆さんの盛り上げで。ほら、ちょっとドリフトしてきたよ。ほらほら、乗ってきたよ道上さん、みんなが。はい、踏んで踏んで。ね、ホンダのサウンドを聞くぐらいまでエンジン回転上げないと。美しいコーナリングだね。もうちょっとあの上げてほしかったな。あ、ドーナツやる？ドーナツやる？やらない、あ、やらない。あ、タイヤをやめてくれ。そうですね、ドーナツはちょっとやめましょうか。はい、道上亮さんありがとうございました。ドーナツ決まれ。